ご視聴ありがとうございます。今回は、パソコンには欠かせない、CPU の歴史について案内します。CPU って?CPU とは、中央処理装置という意味で、セントラルプロセッシングユニットの略語だよ。セントラルプロセッシングユニット。人間で言うと、頭脳に当たるところかな。ふーん。CPU の歴史は、1947年の、トランジスタの発明。1960年代の、半導体の発展。1970年の、CPU の発展。そして、現在のインテル CPU による繁栄。というのが、大きな流れかな。CPU の歴史の中で、ポイントになるのが、トランジスタを発明した、ウィリアム・ショックレイ。1960年代の、半導体の発展を支えたフェアチャイルド社。そして、1970年の、CPU を開発、発展させた、インテルだね。インテルは知っているけど、ウィリアム・ショックレイ?フェアチャイルド社?ウィリアム・ショックレイと、フェアチャイルド社は、CPU を開発した、インテルに大きく関わっているんだ。ウィリアム・ショックレイと、フェアチャイルド社、がいなければ、インテルはなかったかもしれないよ。今日のパソコンの発展も、違うものになっていたかもしれないね。ええー。CPU を製品サイクルで表すと、こんな感じかな。黎明期、1947年のトランジスタの発明。成長期、1960年代の半導体の発展。成熟期、1970年の CPU の開発、発展。なるほど。1971年に、インテルが CPU を発表。ここからは、インテル CPU の一人勝ちの時代へ。この世の春。ということで、1947年の、トランジスタの発明から始めようと思います。了解しました。ところで、トランジスタって何?トランジスタとは、電気の流れをコントロールできる部品で、電子機器には、欠かせないものなんだ。トランジスタができる前の電子機器には、真空管が使われていたんだけど、真空管は、小型化が難しく、昔のコンピューターは、一台で、部屋全体を埋め尽くす大きさだったんだ。しかも、真空管は消耗品で、定期的な交換が必要だったんだ。大きくて、交換も必要。お金がかかる。もっと小さくて、交換もいらないものないかな。ということで、1948年、アメリカのショックレイ、バーディーン、ブラッケンの、3人が発明したのが、トランジスタなんだ。トランジスタは、真空管よりはるかに小型で、高性能。しかも、交換も必要ない。このトランジスタの発明が、半導体、電子機器発展の礎となるんだ。うむ。すごい。この功績により、ショックレイ、バーディーン、ブラッケンの、3人は、1956年に、ノーベル物理学を受賞したんだ。ノーベル賞。大発明なんだね。そして、トランジスタの発明の一人、ウィリアム・ショックレイが、1955年に、カリフォルニアの農園だった、マウンテンビューに、ショックレイ半導体研究所を設立したんだ。ショックレイは、全米から優秀な人材を集めて、半導体の開発を始めたんだけど、その中に、後に、インテルを創業した、ロバート・ノイスや、ゴードン・ムーアも、研究所に入社したんだ。運命の歯車が、動き出した。後にここは、シリコンバレーと、呼ばれるようになるんだ。おお。シリコンバレーのシリコンとは、半導体に使われる素材の、シリコンから名付けられたんだよ。なぜ、ショックレイは、何もなかった、マウンテンビューに、研究所を設立したの?理由は二つあるんだけど、一つは、
近くにスタンフォード大学があり、優秀な人材を獲得できること。二つ目は、マウンテンビューは、ショックレイが幼少時を過ごした場所で、年老いた母親の実家が近かったからなんだ。里帰り？今回は、ここまで。次回は、ショックレイ半導体研究所の衰退と、1960年代の半導体発展、を案内します。